කොනිචිවා මිනසං සියලුම දෙනාට සුබ දවසක්. සියලු දෙනාවම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා දෙවන කංජි පාඩමට. අද අපි ඉගෙන ගන්නේ දෙක කියන ඉලක්කමට අදාළ කංජිය මොකක්ද කියලා. මේ තියෙන්නේ දෙක කියන කංජිය. මම කලින් වීඩියෝ එකේ සඳහන් කළා වගේම මෙන්න මේ දෙක කියන කංජියත් ආකාර දෙකකට කියන්න පුළුවන්. පළවෙනි ආකාරය තමයි ඔන්‍යොමි ආකාරය, දෙවෙනි ආකාරය තමයි කුණ්‍යොමි ආකාරය. මෙන්න මේ දෙක කියන කංජිය ඔන්‍යොමි ආකාරයට නැත්නම් චීන ආකාරයට උච්චාරණය කරන්නේ නි කියලා. කුණ්‍යොමි ආකාරයට නැත්නම් ජපන් ආකාරයට උච්චාරණය කරන්නේ ෆුත කියලා. ඔන්‍යොමි නි, කුණ්‍යොමි ෆුත, ඔන්‍යොමි නි, කුණ්‍යොමි ෆුත, ඔන්‍යොමි නි, කුණ්‍යොමි ෆුත. හරි, අපි දැන් බලමු මෙන්න මේ දෙක කියන කංජිය ලියන්නේ කොහොමද කියලා. දැන් මම ඔයාලට කියලා දෙන්නේ මෙන්න මේ ඔන්‍යොමි කියවීම වලට අදාළ වචන මොනවද කියලා. නි, දෙක. නිගත්සු, පෙබරවාරි. නිනෙන්, අවුරුදු දෙකක්. නිජි, වේලාව දෙකයි. ජූනි, දොළහ. නිනෙන්සේ, දෙවන වසරේ සිසුවෙක්. නිබ, දෙවන කොටස. නිබාන්, දෙවන අංක දෙක. නිශූකන්, සති දෙකක්. නිකයි, දෙවන මහල. දැන් අපි බලමු කුණ්‍යොමි ආකාරයට කියවෙන වචන මොනවද කියලා. ෆුතත්සු, දේවල් දෙකයි. ෆුතරි, මිනිසුන් දෙදෙනෙක්. දැන් අපි මේ කංජියේ විශේෂිත කියවීම මොනවද කියලා බලමු. හත්ස්ක, විසිවැනිදා. ෆුත්ස්ක, දෙවැනිදා. හතච්චි, අවුරුදු 20ක් වයස. හරි, අපි දැන් මේ එක් එක් වචනය පැහැදිලි වෙන්න එක් එක් වචනයට අදාළ උදාහරණ වාක්‍ය ටිකක් ඉගෙන ගමු. නි, දෙක. නි, දෙක. නි, දෙක. වතස් නෝ කොදොමෝ වා 2 දෙසු. වතස් නෝ කොදොමෝ වා 2 දෙසු. මගේ දරුවාට වයස අවුරුදු 2කි. කියෝ වා 22 දින දෙසු. කියෝ වා 22 දින දෙසු. අද 22 වෙනිදා.彼は2時ごろ来た。彼は2時ごろ来た。おふわーでかたびったら。2月。ペブラワーリ。2月。ペブラワーリ。2月。ペブラワーリ。2月はとても寒いです。2月はとても寒いです。ペブラワーリいたすいたらい。私の誕生日は2月20日です。私の誕生日は2月20日です。マゲウパンディネペブラワールビシベニダ。1月と2月は毎日雪でした。1月と2月は毎日雪でした。ジャナワーリサハペブラワーリマースウェラサムディナカムヒムウェテ。2年。アウルドデカ。2年。අවුරුදු දෙකක්. 2 年. අවුරුදු දෙකක්. 彼は2年前に亡くなりました。彼は2年前に亡くなりました。おふわせらでかかたペラミヤギア。彼の車は2年前のものです。彼の車は2年前のものです。おふげんモーテルラテータアウルドデカキ。私は2年間日本語を勉強しました。私は2年間日本語を勉強しました。ママアウルドデカクジャパンバーシャーウィンゲナガッタ。2時。ウェーラーはでっかい。2時。ウェーラーはでっかい。2時。ウェーラーはでっかい。授業は午後2時に始まる。授業は午後2時に始まる。පාඩම දහවල් දෙකට ආරම්භ වේ.私は2時間自由だ。
私は2時間自由だ。ママペアでかくにだはす。私は2時間寝ました。私は2時間寝ました。ママペアでかくにだあがった。12。ドラハ。12。ドラハ。12。ドラハ。彼は12時に食事をしました。彼は12時に食事をしました。おふどらはたけやまけやわ。メアリーさんは12歳です。メアリーさんは12歳です。メアリーとバイサーオルドドラハイ。村には家が12軒あります。村には家が12軒あります。がめげばらドラハっていうのは。2年生。ではなわさレーシスウェイ。2年生。ではなわさレーシスウェイ。2年生。ではなわさレーシスウェイ。私は高校2年生です。私は高校2年生です。ママウサスペラではなわさレーシスウェイ。私は去年2年生でした。私は去年2年生でした。ママギエワサレデヴァナワサレシッシャエ。二部。デヴァナコタス。二部。デヴァナコタス。二部。デヴァナコタス。二番。デヴァナアンカデク。二番。デヴァナアンカデク。二番。デヴァナアンカデク。大阪は日本で2番目に大きい町です。大阪は日本で2番目に大きい町です。大阪ジャパネーデヴァナヴィシャラタマナガレアイ。私はクラスで2番目です。私はクラスで2番目です。ママパンティエデヴァニア。2週間。サティデカ。2週間。サティデカ。2週間。サティデカ。二人は二週間後に結婚した。二人は二週間後に結婚した。おうんででなわはおいえ、さてでかかたパスワヤ。痛みが始まったのは二週間ぐらい前からです。痛みが始まったのは二週間ぐらい前からです。ウェデナワアランバウネ、さてでかかたパマナペラヤ。私は2週間入院しました。私は2週間入院しました。ママサティデカクローハルガタビシティア。2階。デヴァナマハル。2階。デヴァナマハル。2階。デヴァナマハル。2階にもトイレがあります。2階にもトイレがあります。デヴァナマハルヴァシキリヤクデット。レストランは2階にあります。レストランは2階にあります。アバンハラデヴァナマハレヤト。私は2階に行きます。私は2階に行きます。ママデヴァナタットワテヤナマ。2つ。デーワルデカイ。2つ。デーワルデカイ。2つ。デーワルデカイ。二つをください。二つをください。カルナーからまだでかくでんな。これは世界に二つしかない。これは世界に二つしかない。目はローケーでかかたわだなへん。人には耳が二つある。人には耳が二つある。ミニスンダカンでかっけた。二人。ミニスンデデネ。二人。ミニスンデデネ。二人。ミニスンデデネ。二人で行こう。二人で行こう。アピエカテアム。二人は結婚した。二人は結婚した。デデナビワハウナ。この切符で二人入れる。この切符で二人入れる。මේ ප්‍රවේශ පත්‍රයෙන් පුද්ගලයන් දෙදෙනෙකුට ඇතුළු වෙන්න පුළුවන්. 20 වැනිදා. 20 වැනිදා.
20日。20日。私の誕生日は5月20日です。私の誕生日は5月20日です。マゲウパンディネメイウィスウェニダ。私は20日間休みました。私は20日間休みました。ママダワスイサクニマルガッタ。私は20日までに帰るつもりです。私は20日までに帰るつもりです。ママミシウェニダータアパフエンナダハスカラナワ。2日。デヴェニダ。2日。デヴェニダ。2日。デヴェニダ。私の誕生日は3月2日です。私の誕生日は3月2日です。マゲウパンディネマールトデヴェニダ。2日間休みました。2日間休みました。ママダワステカニワルガッタ。私たちは4月2日に大阪から帰ってきた。私たちは4月2日に大阪から帰ってきた。アピアプレルデヴェニダ、大阪アシタアパスワーワ。20歳。アウルドヴィッサクワヤス。20歳。アウルドヴィッサクワヤス。20歳。アウルドヴィッサクワヤス。私は20歳になった。私は20歳になった。またアウルドヴィッサクナ。この4月で20歳になる。この4月で20歳になる。みなプレルマーサエーディ、またアウルドヴィッサクエナワ。彼は20歳の時にこの本を書いた。彼は20歳の時にこの本を書いた。オフメイプタリウエ、ワヤサアウルドヴィッセーディ。හරි අපි දැන් බලමු මේ ඉගෙන ගත්ත කන්ජි වචන ටික ඔයාලා මතකද කියලා. ni dekka nigatsu februari ni nen avurudu dekka.2時。ベーラーはでかい。12。ドラハ。2年生。デヴェナワサレシスウェイ。2部。デヴェナコタス。2番ではなアンカデカ2週間サティデカ2回ではなマハル2つデーワルデカイ2人ミニスンデデネ20日ミシウェニダ2日デヴェニダ20歳アウルドヴィッサクワヤス